どうも、プリサーモンです。今日の企画はですね、電車の運賃表に書いてる中で、一番高い切符を買ったらどこまで行けるのか、です。実は結構昔本当に初期 YouTube ショートの方で似たような企画をやったんですよ。でもそれはね、普通の僕の近所の駅と言いますか、まあ少し離れてるんですけど、まあ普通の駅からスタートしたんで、今回はですね、関西で一番でかいであろう大阪駅から検証していきたいと思います。大阪からどこまで行けるのか、何キロぐらい移動することができるのかっていうのをやっていきたいと思います。では早速大阪駅に行きたいと思います。はい、今歩いてるのは大阪の横断歩道なんですけど、ご覧の通りいつ来てもね、人が大量に湧いてて、渡るだけで寿命20分ぐらい縮むんとちゃうかってぐらいのレベルでね、疲れます。人混みを抜けてね、運賃表の前までたどり着けました。はい、ということで、ここに書かれてる中で一番高い切符を買っていきたいと思います。はい、こういうのはね、運賃表の端っこの方を見たら見つけやすいですよね。はい、一通り見たんですけど、2310円の切符が一番高かったです。はい、で、2310円の切符って何箇所かあったんですけど、一番距離が離れてそうな、イリっていう名前の駅にしました。どんなところなんでしょうか。はい、早速購入していきます。ちなみにイコカとかはすぐなくしちゃうんで、僕はずっと切符派です。はい、ということで購入できました。路線図を見たら、まずはですね、姫路まで行って姫路で乗り換えないといけなかったんで、姫路方面に向かう電車のホームまで向かっていきます。画角がもう盗撮犯みたいになってたことに編集してて気づきました。今はね、私人逮捕系 YouTuber とかいうとんでもない輩もいるそうなんで、勘違いされて逮捕されなくてよかったです。初めての顔出しがテレビニュースなんて最悪ですからね。はい、ということで姫路方面の5番ホームに到着しました。僕が乗るのはこの一番下に書いてる14時発の新快速ですね。今が13時50分くらいなんで、あと10分くらい待っていきたいと思います。はい、この切符なくしたらもうほんと終わりなんで、ちゃんとね、保管します。はい、ということで電車がやってきました。では早速ね、乗り込んでいきます。はい、無事席をね、確保することに成功しました。はい、ではね、もうあとは姫路駅まで運んでもらうだけなんで、このまま電車に揺られたいと思います。はい、皆さんご覧ください。これが関西を代表するドブ川こと一級河川の淀川です。もう花火大会では毎年人が集まりすぎて、二酸化炭素濃度が爆上がりなんですけど、こんな川でもね、一応うなぎが釣れるらしいです。てか実はね、本当は今日予定より3時間遅れてるんですよね。まあ簡単に言うと寝坊なんですけど、睡魔が僕を掴んで離さなかったので、今回は仕方ないみたいなところはありますね。はい、気づいたらね、大阪抜けてましたね。現在地は兵庫県の神戸市でございます。神戸を少し抜けるとね、ご覧の通り、海の横を走るルートに突入しました。なかなかいい眺めですよね。明石海峡大橋が見えてきましたね。この橋の先にある島が淡路島です。僕も何度か企画でお世話になりました。はい、ということで姫路駅に到着しましたので、播州阿古行きの JR 山陽本線に乗り換えていきます。はい、この電車は結構混んでましたね。お風呂に3日くらい入ってなかったので、臭かったら申し訳ないる川って感じなんですけど、まあ冬なんで多分大丈夫ですよね。はい、次乗り換える駅は播州阿古駅です。ここから約30分くらいで到着します。はい、愛生駅っていうのに着いたんですけど、この愛生駅で一気に人が降りてほとんどいなくなりました。もう大人気で嫉妬してしまいますね。はい、ということで播州阿古駅に到着したんで、今度はね、岡山行きの電車に乗り換えていきます。もう入駅まで残り5駅となりました。もうどういう街なのかっていうのがもうすごい楽しみですね。もう僕はとにかく田舎が好きなので、田舎だったら嬉しいですね。はい、皆さん見てください。僕のリア友に形がそっくりな工場を発見しました。もうほんまにシルエットが似すぎてて、もう一瞬話しかけそうになりました。これ調べたらセメント工場らしいです。海が見えてきましたね。なんか海が見える街って響きだけでも最高ですよね。まあ、今日は久々にメルカリさんの一眼レフを持ってきたので、これでね、たくさん写真撮りたいと思います。はい、そしてついに目的地入駅に到着しました。もう駅がね、田舎のことを物語っていて、もう田舎検定4級保持者の僕の胸の高まりは止まらないですね。では早速降りてね、街を探索したいと思います。はい、ということでね、入駅にね、到着いたしました。はい、もうここからがね、本編と言っても過言ではないですよ。とりあえずですね、写真撮りたいんですよ。あの海の見える街みたいな感じのね、写真を撮りたいので、今からね、海の方向に行きたいと思います。何よりね、海の方向に行けば多分ね、魚市場とか何かしらの生の魚とかが置いてると思うんで、そういうのもね、食べたいんですよ。もうお腹ペコペコなんですよね。こういう旅の自分のルールなんですけど、なるべく Google マップを使わないっていうのが僕のモットーなんですよ。ということでね、適当に海の方向に歩いています。隣がね、もう川と海のハーフみたいな、いわゆる汽水域っていう部分だと思われるので、ここをまっすぐ行けば必ずね、海に出ると僕は予想しています。せっかくなんでね、岡山県のお土産も買いたいですよね。日が落ちる前に来れてでもよかったですね、本当に。 iPhone ってカメラ性能はめっちゃいいんですけど、暗くなるとね、急にもうカスカスのカスになってしまうので、よかったです。ギリギリですね。
綺麗ですね。僕はね、重大なことに気づいてしまったんですよ。帰りの電車賃がないんですよね。降ろさないとお金。近くにコンビニとかがあったら降ろしてるんですけど、その都合よくね、あるのかなっていうのがね、心配ですよね、めちゃくちゃ。はい、なんと都合よく郵便局を発見できました。いや、とりあえず安心しましたね。はい、めっちゃね、宣伝していくんですけど、はい、このお財布ね、完全に自分の手でね、一から作った旅人向けのお財布、ついにね、1月1日に限定2個販売いたします。もしね、売り切れるようなことがあっても、まあ、新作とか出るたびに出品したいと思ってるので、興味がある人はぜひ販売用のインスタのフォローお願いします。はい、ということでお金も下ろせたので、市場とか商業施設に行きたいので、この街を徘徊していきたいと思います。実はね、ちょっと前にインスタで今年の思い出を募集したんですけど、思った以上にもう皆さんいっぱい書いてくれたので、抜粋してね、何個か、この機会に紹介したいと思います。はい、まずですね、バイク買ったって方が結構いらっしゃいました。いや、めちゃくちゃいいですね。いや、でもね、本当事故にだけはマジで気をつけてください。僕もこの前ね、猫が飛び出してきて、もうぶっこけましたからね、ブレーキを生贄に僕の命と猫の命は助かったんですけど、やっぱりね、自分が気をつけてても事故る時は絶対にあるので、まあ数少ない貴重なリスナーを失いたくないっていうゲスな本心は置いといて、まあ、死んじゃったりしたら元も子もないんで、気をつけてね、バイクライフを送ってください。はい、次ですね。原付なくして友達も全員なくしたこと。原付なくすもちょっとよくわかんないんですけど、友達全員なくして、人殺しましたか。はい、次ですね。自転車めっちゃ乗った。個人的にこれすごいめっちゃグッときましてね、僕も自転車少年だったんで、まあ、自転車は青春ですよね。自転車もね、事故気をつけてください。はい、次ですね。福岡からバルーンフェストに行ったこと。いや、いいですね。僕もめちゃくちゃバルーンフェスタ行きたいんですよ。バルーンフェスタっていうなんか気球がいっぱいね、飛ぶイベントみたいなのがあるんですけど、はい、いつかね、行って動画にしたいと思います。他にもね、全部紹介したかったんですけど、ありがたいことにいっぱいだったんで、次の動画でもね、また紹介したいと思います。ということで、30分くらい歩いて海の駅というものを発見しました。はい、もうイオンの文字が風情を台無しにしてる気がしたんですけど、隣接してる丸中というスーパーはね、好きなスーパーランキング堂々1位だったので、めちゃくちゃ嬉しかったです。ではね、早速中に入ってみます。イケスがありますね。中にはオマールエビ、イセエビ、ヒラメ、マゴチなどが監禁されてます。他にもね、サザエや特級呪物みたいな見た目のね、広告がつかなそうな貝もありました。お土産コーナーも見つけることができました。岡山県はきび団子が有名らしいです。これもね、適当に選んで買いました。はい、なんやかんやしてたらね、もう外真っ暗になってましたね。はい、歩きながら飲食店を探してたんですけど、見つかりそうになかったので、一駅移動してそこで晩ご飯食べたいと思います。ということで一旦ね、入駅まで戻りたいと思います。切符をどこで買えばいいのかがわからないっていうね、事態になってしまいました。ここからね、入場なんで、本来ならここら辺にあるはずなんですけど、なぜかね、シャッターが降りてしまっているんですよね。ほんまにどこで買えばいいんやろ。はい、インターホンがあったんで、これでね、ちょっと聞いていきたいと思います。しばらくお待ちください。お待ちいたしました。お会いします。あ、すいません。切符をどこで買えばいいのかわからないんですけど、どこで買えますかね。お客様、こちら、今、入り駅にいらっしゃってるんですけれども、はい。入駅がですね、はい、IC カードはタッチできるところはあるんですけれども、はい、券売機がちょっと置いてない無人の駅となっておりまして、あ、そうなんですね。はい、ですので IC カードがないのであれば、そのまま電車ご乗車いただきますと、はい、車内に切符みたいな整理券っていうものが、紙の白いチケットが受け取る機会がありますので、なるほどなるほど、途中でその入駅の整理券受け取っていただいて、そのままご乗車いただきまして、はい、大阪駅の係員の方にお声掛けいただいて、そこで入駅からのその整理券を見せていただいて、あ、はい、入駅から乗ってきましたとご申告いただいて、その分の入りからの大阪間精算を受けていただいてもよろしいですか。 ありがとうございます。失礼いたします。はい、ということで、電車待っていくんですけど、これからの計画としては、とりあえずね、一個先のこの駅に行きます。近くにですね、お刺身定食とかを食べたかったんですけど、そういうのはなかったんですけど、それに近いね、台湾料理っていうのがあったんで、せっかくね、飲食店見つけることができたんで、その台湾料理店に向かっていきたいと思います。はい、目的の駅に着いたので、早速ご飯屋さんに向かっていきたいと思います。行こうとしてるのは台湾料理店なんですけど、駅を出てね、すぐ左にありました。ではね、早速お店に入っていきます。はい、席に着いたんで、メニュー見てね、選んでいきたいと思います。油淋鶏か、このボーボー鶏みたいなやつで迷ってたんですけど、読み方間違えて高卒っていうのがバレたくなかったんで、安全をとってね、油淋鶏とジンジャーエールにしました。先にね、ジンジャーエールが届きました。早速いただきたいと思います。はい、ごくごくごく。はい、感想なんですけど、結構ね、味が薄かった。
ったです。オブラートに包んで言うとめっちゃまずかったです。そしてね、油淋鶏定食も届きました。見た目がめちゃくちゃ美味しそうですね。ではね、こっちの方も早速いただきたいと思います。はい、パクパクむしゃむしゃ。こっちはね、めちゃくちゃ美味しかったです。本当にマジでボリュームもあって、どれもね、味も全部美味しかったです。はい、ということでごちそうさまでした。あとはもう帰るだけなので、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録お願いします。ではね、バイバイ。